日本フェザー級チャンピオンの坂浩介です。12月1日に後楽園ホールで門海老宝石ボクシングジムの大橋武典選手と、初防衛戦を行います。この試合は、また7ヶ月ぶりになるんで、ちょっと僕の姿を東京の人たちに、ボクシングファンの皆さんに、見ていただきたいと思うので、ぜひチェックをお願いします。応援よろしくお願いします。